じゃないです。もう今日は話し会があるので喋らないといけないから、あとメイクしないといけないから筆談してる暇なくて、ちょっとメイクしながらなのであんま喋らないように気をつけながら配信します。おはようございます。私にいっぱい手がね生えてたら筆談もできるけど、筆談しながらメイクはできるけど、ちょっとメイクしながらになっちゃうから。声まだ枯れてるんですよ。まだ完全体ではない。長時間喋りすぎるとね、ちょっとまだダメなので、今日も様子見ながら、もう自分でも元の声忘れちゃったからね。あ、今日の9時に個人ファンクラブの動画上がるようにマネージャーさんにお願いしてるので上がると思います。元気な頃の声が出る頃のパセリの動画が上がります。パタ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 、元の声忘れちゃいました。こんなに長年一緒に生きてきた自分の声すらも忘れてしまう、この 2,3 週間で忘れてしまいました。え、もう3週間経つんじゃない、私声枯れてから。やば、どんだけ枯れてんの。やばいね、叩き込め、いけ、おはよう。実は普段からさ喉悪くしやすいから声帯とか分からずにさ甘く見てたらちょっと長引いちゃいました。叩き込め、いけいけ、叩き込め。叩き込むのが大事らしい、メンバーが言ってた。もうメンバーやばいな、ウェーって叩き込んの。めっちゃさっき起きました。7時に起きて布団から出れなくて7時半に脱出したから今起きたみたいなもんです。だから予定より予定より布団にいる時間が長くて、大変だ。10時からお話し会だから大変だ大変だ。着替えをしました。着替えってこれです。パジャマじゃなくて今日のお話し会の服に着替えてのこれ。メイクして髪したら OK。 会場着いたら朝ごはん食べてお話し会。いや布団ね、この時期の布団やばいよね。話してくれないよね。あ、前来いや、まあいい、前が濃くてももういいです。あ、目になんか出ちゃった目に集中したよだれ出てました。大変大変、よだれを出さない、喋らない。ありがとうございます。あ、こそこそ喋ったら喉に良くない、良くない良くない。なんか目になんか絶対入ってる、ほこり、眉毛濃いけど、まあ、気合の表れということで。はよ、眉毛。なんでこんな寒いんですか今日。おはよう。
今はタイムアタック、メイクタイムアタック中です。頑張るぞ。口の方が動いてんな。そう、鏡が反応の形です。これは300円で買いました。値段は言わなくていいです。これはスリーピーで買いました。スリーピーだっけ、スリーピーみたいなダイソー系列のあの300円おしゃれショップフランフランみたいなとこで、あーなんか絶対塗りすぎたよね今。フランフランだっけ、違うフランフランじゃない、スリーピーだっけ、なんかそんな感じのさダイソーの系列の300円のとこで買いましたよ。なんか目の周り、目の周りがマツケンサンバみたいなきらめきを放っている。今日のテーマはマツケンサンバにしようかな。オンラインだから伝わらないと思う。まあ気持ちです、これ気持ち気持ち。急げ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 。会場着いたら、会場着いてメイクするメンバーもいるんですけど、会場着いたらご飯を食べたいので家でメイクをしていきます。あ、長すぎた、長すぎやん、まあ、いい気持ちの表れ、あ、気合の表れ。おお、鼻がってんな、鼻がってますね。まあ気合の表れ、うん、なんかちょっと今日はアイライン下手くそでした。まあでもこんな気持ちです書いたっていうのが大事。あいよ、はい、目が釣り目なのでちょっとカモフラージュ、カモフラージュしておきます。じゃん、ちょっと描きすぎました、まあ、気持ち、全部気持ち、はい、そう描いたという。いやでもなんか跳ね上げラインすぎじゃない、今日投げすぎかも。まあいいよ、あげれるもんあげとこう。クマ消していきます。おはよう、今日も恵方巻き食べたいな。昨日食べた恵方巻きが美味しすぎました。もう昨日はものすごく、ものすごくね、コメントにね、もううわーこのコメントに言い返したいみたいなやつがあったんですよ。でも昨日は筆談だったから喋れなくて悔しかったから、早く声直したいですね。もうものすごく失礼なこと書いてる人がいてね、
その結構いや前々からちょっと失恋の傾向があるなと思って、でもいつか自分で気づくかなって思ってたんですよ。でもそうもう昨日はいやそれを私に伝えてどうなるんだみたいなことを書いてて、うわ我慢焦り我慢だよって思って、だから早く声を直したいと思いました。叩き込むねえ痛ねすごっ、私の気持ちをもしかして分かってましたか、その時から。気づいてた、おはよう。いっぱい叩き込んどく、叩き込みすぎたかもしれない。叩き込むと叩き込まれます。叩き込んだ分だけ叩き込まれる。バスツアーね楽しみですね。それまでに声を感知させますね。富士急あのマネージャーさんとこの前、富士急には行かないマネージャーさんとこの前香川のバスケの仕事の帰りに富士急のグルメを調べまくったんですよ。あの大丈夫、食べるものたくさんあるから、アトラクション怖いの乗れなくてもきっと大丈夫だよって励まされて、フードを一緒に調べてくれたんです。なんかいちご飴屋さんとりんご飴屋さんと巨大ハンバーガー屋さんがあるらしい。富士急ビレッジヴァンガードが監修してるやつがあるらしくて、3000円ぐらいで超巨大なハンバーガーがあった。でもそれ取れたらもう私はもう満腹で眠くなっちゃいそうだから我慢我慢。間違った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 、濃い色つけちゃった。いや鼻暖かくしてなんぼだ。広島のいちご飴りんご飴ねあれリンゴ飴ね、そう延長なったらしいね。1月までだったんですけど、広島のパルコにあるリンゴなんか延長らしいです。塗りすぎたよ。まあいいや。いちご飴屋さんもあるよね、あのゲートパーク、広島のゲートパークにいちご飴屋さんもできたらしい。はい終わり。あまだだった。そう延長なんだってさ。明日から広島旅行、私に会いに来るっていうの？広島旅行だって。お土産におすすめなのは千字柄だよ。コンビニで買えるからね。千字柄はもうあれさえ食べるときはもう完璧や。あと揚げもみじとパセリの切れすぎた前髪では見に来たっていいよ。観光名所ねえ、絶対今日アイライン長すぎた。消そう消そう。広島旅行だって楽しそう、いいな。私も広島旅行したいや。広島旅行
み込んだんだけど、今日やばすぎない？うん、消せます。途中まで消した。あよ、センチガラはホルモンですね。ホルモンの揚げたやつ、センチガラ。うえー、髪どうしよう今日。いやどうも、どうもどうも。髪の毛、前髪短くてやばい。どうしたらいいの？全然伸びないんだけど。広島旅行に来れないような皆さんはぜひチリパンにお便り送ってください。チリパンのお便り読まれた方の中から1名の方に田中食品のふりかけ当たります。田中食品はとっても美味しいです。私もこの前食べたんですよ、チリメンパーティーのふりかけ。美味しかった。チリメン入ってた、チリメンじゃこ、チリメンじゃこと、あの旅行の友のハーフみたいなふりかけだった。美味しかった、はい、あれつかない、なんなん、充電つかないんだけど。そう、明日締め切りなんです。明日の昼までだって。つかないんだけど、あけもつかないんだけど、あれなんで？なんでよ。えい。なんで？反抗期やん。なんで？あんた。どうしたん？何がきつくあんの？えいや。ついたついた。電気代支払いしてるよ。今これリングライト、スマホのリングライトはついてる。部屋の電気もついてる。髪の毛をサラサラにしていくの儀式。ちょっとこれは毎日するのが面倒っちいです。なんでさ、アイドルの人って髪の毛いつもサラサラなんだろう。朝起きた瞬間からサラサラじゃん、みんな羨ましいよ。やっぱさ、毛根が綺麗なのかな。毛根の中のさ、中までもう清潔すぎてうねうねした毛とか生えないのかな。くせ毛とか生えないのかな。羨ましいし、私ね結構くせ毛、湿気に弱いですよ。すぐうねっちゃう。声出なかった。おはよう。武蔵、最近武蔵食べてない。最近 STU のお弁当、最近はもう黒弁ばかりで、とっても美味しいお弁当なんだけど、今日も黒弁がいいな。黒弁食べたい。この前駅で自分で黒弁買うか迷ったけど、いやお話し会あるからもしかしたらお話し会食べれるかもと思って、ちょっと買うの我慢したから今日黒弁あるかな。
最近武蔵いつ食べたかな。おこわ最近ないかも。 STU の話し会といえばおこわかデリカセロリみたいなイメージやったけど、最近おこわ見ないですね。オムライスも多いよね。なんか一時期雑穀米のね、雑穀米とかの健康的なラディッシュとかなんかそういう系が入ってる系のお弁当屋さんが一時期来たんだけど、なんかメンバーって偏食多いじゃないですか。私はそのご飯めっちゃ好きだったんだけど、メンバーが偏食が多すぎるからか最近来なくなってとっても悲しいです。そう今日昼夜お弁当です。朝も会場でおにぎり食べる。おはようございます。皆さん今日は20分に終わろうかな。また夜も配信するね。夜は多分もうお話し会で喋り倒してカサカサだろうから喋れないかもしれないけど、ねえお野菜美味しいのに野菜嫌い多いですねえ。美味しいのに。以上でしよう、ね、野菜いっぱい食べたい。今日は製図に持っていくものホワイトボード、ホワイトボードのペンとこどこか消えました。ホワイトボードのペンと加湿器と丸バツのピンポンとかのやつを持っていきます。行きたいと思います。おはようございます。お話し会はお話しして楽屋なんかの話し会、意外と楽屋の時間が長いんですよね。1時間半制度になってからだから、そういう時にもしどうしても喋りたいけど今喉休めたいって時にホワイトボードを使おうかなと思ってます。喉飴はもう常に持ち歩いて、昨日も新しいの買いました。もう4袋目とかかも、この3週間で。喉飴はもう常備です。バッグに常に袋ごと入れてるからすごい荷物になります。ほい、オッケー。今日は多分湿気がすごい気がする。オッケー、よし。おはようございます。マルバツクイズの質問考えて、考えてくれたの？ありがとうございます。なんだろう、ありがちなやつ。パセリ結婚してくれるでしょうか。ブーじゃないの、違う。なんだろう、ありがちなやつ。パセリはパセリ関連かな。なんだろうな、ありがちな質問。
ってるつもりはないんだけど、勝手に住み着かれてて。動物の森とかってさ、勝手にすぐ引っ越すじゃないですか。そのノリで引っ越してほしいけど、結構長居されてて、もう20年以上、20年以上ね。今ライトつけてるからさ、リングライト、わかりにくいけど、ここに、ここ目の下の、やばいの。あ、チーク塗り忘れてた。塗っとこう塗っとこう、濡れるもの塗っときましょう。忘れてた。ボン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 。絶対この塗り方は正解じゃないんですけど、塗りすぎたかも。ちょっとお手もやん。オッケー、テクシテクシって。なんでさ、なんでみんなさ、なんか小中学生の人ってさ、テクシテクシとか言うんですかね。私のいとこもめっちゃ言ってた、テクシテクシみたいな。あれは成長過程で言いたくなるのかな。あー、テクシって言いたいって思うのかな。どのタイミングでテクシを知るんだ。格闘家の方も言うの。ほのたんさん、え、デュクシさ、ひつ並べにある。デュクシひつ並べのスタンプにさ、なんかデュクシ的なやつありますよね。流行ったの、デュクシブーム。まもなく、本当だ、終わり時間でした。では今から10時まではなるべく一言も喋らないようにして喉を休めます。今日はお話し会なのでいっぱい喋ってくるので、夜はガサガサかも。それでは皆様、誕生いきます。13位まこばやさん、12位かいちゃん、11位みふねさん、10位ぶんさん、9位大吉さん、8位みつさん、7位こうじさん、6位かわどりさん、5位かずのりさん、4位おだしさん、3位いもけんぴーさん、2位いっちゃん、1位かめさん、ありがとうございます。それでは皆さん、今日お話し会に来る方々はよろしくお願いいたします。今日は来れない方はまた今度会いましょうまた今度ね、バイバイ、またね。